中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。マダム・ゲリック前に行きそうです。シフォード、それに続いています。さらにはメジャーパーク、連勝中のバッチレス・オーロラ、その後ろ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前はマダム・ゲリック、ここで先頭が入れ替わりました。マッチレス・オーロラ、マダム・ゲリック2番手に控えました。メイク・リターン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバブルカレント、マッチレス・オーロラ、その後ろメイク・リターン、好位を追走。ワイド・デュー、その後ろユーキ・ウィンディー、その後ろ、その隣からはマダム・ゲリック、メジャー・パーク、その後ろ、その外からはハロー・チャレンジ、ユリノ・タレント、続いています。内からはノーザン・バウンド、ブランデ・マイネル・デュール、その外からはステージ・ツイスト、離れてレーシン・マシーン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はメイク・リターン、メイク・リターン、先頭、2番手はハローチャレンジ、メイクリターンでなる。一気にハローチャレンジ、ハローチャレンジ、ハローチャレンジ。1着、2着にはどうやらステージツイスト、見事に勝ちました。ハローチャレンジ、メイクリターン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯、まもなく発走です。1枠1番、この最内枠からスムーズに好位置を確保したいところ。アイノソネット、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。オールフライト、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。シロビン、G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。フェアレスさん、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。インデライン、好位につけマイペースで行けばゴールが見える。ハローピクニック、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。マチカネストール、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。アルシャイン、また一頭影の実力馬が登場、放送を期待したいところです。ハイキグレイン、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ルビーベイル、直線で大井から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。シェイクドラゴン、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。ボーンストーム、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ブルーギャル、栗色の馬体が大舞台でいつもより美しく映えます。エイシンブランド、前走の結果に納得しているはずはありません。この大舞台で巻き返しを図れるか。キングオブライツ、2番人気はこの馬です。ファンの期待を背に優勝を狙います。アウトオブアメリカ、さあいよいよスタートです。春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のアウトオブアメリカ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエイシンブランド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエイシンブランド花に立ちます。その後ろからはハイキグレイン、この馬も上がっていく構えです。さらにはオールフライト、漆黒の馬体アイノソネット、その後ろアウトオブアメリカ、後方に控えました。もう一度先頭から、先手を取ったのはマチカネストーム、黄色の帽子ハイキグレイン、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のインデュライン、現在先団です。アウトオブアメリカ、前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。では前の方から、マチカネストーム先手を取りました。その横にハイキグレイン、シェイクドラゴン、それに続いています。その後ろからはオールフライト、好位置をキープしています。インデュライン、アルシャイン、すぐ後ろ、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。前はマチカネストーム、ハイキグレイン、ほとんど差がありません。シェイクドラゴン3番手、インデュライン、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。
さあ先頭はマチカネストーム、ナイキグレイン、その後ろ間が空いてゴーンストーム、その隣からはシェイクドラゴン、オールフライト、その後ろ第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マチカネストーム先頭、イングライン先頭、残り 200m、 イングライン先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。イングライン2番手はアルシャイン、イングライン今ゴールイン、段違いの強さです。イングライン1着、2着はアルシャイン、イングライン完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。